Kaiho Hanpei より Ganritsu Ryū Shuriken-jutsu の伝を受け、これに新工夫を加えたため、以後Negishi Ryūと称されるようになった。Ganritsu Ryū Shuriken は頭髪にさせるほど細く軽量のものであったが、Negishi Shōrei はそれを太く重くしたのである。日本の固有武術である剣術、柔術などの中で手裏剣術を含むものがあるが、大別すると磁気打法、反転打法、回転打法の3種になる。磁気打法は手裏剣の矛先を前方に向け回転させずに打つものである。反転打法は矛先を手前にし180度反転させて打つものである。また回転打法は発泡手裏剣、十字手裏剣など射剣型の手裏剣を打つ技法である。根岸流の手裏剣は針型またはミサイル型があって磁気打法で打つのを原則としている。
Thank you.